こんにちは、速稼塾の久保でございます。しばらくちょっと家を留守にしてましたんで、今帰りまして、いろいろと動画についてるコメントに返信をさせていただきます。ではね、いつものように画面を切り替えて皆さんと一緒にこうコメントを読みながらね、させていただきますね。まず一番上ですけども、えらいご立派、久保さんのような新生日本人が増えるとこの国は良くなるのだが、いやいや、そんなことはないですけどね。私みたいなのが増えるとちょっと皆さんに迷惑かなと思いますけどもね。でもありがとうございます。坂さん、お疲れ様です。所得が低い国民にとってはすごくいいことだと思いますが、それもそれで時間かかったりするんじゃないですかね。このままだと緊急事態宣言が出るのかと、いつも感染者数を見ています。とりあえず国民一人当たりに10万円給付して、お金がある方は何か違う形で困っている方を助けるのもいいと思います。とりあえず菅さんの焦りのない記者会見がびっくりです。今日だけで46人の方が亡くなっている。本当に、しっかりしてほしいですね。はい、その通りですね。国民一律に配るのが一番早いとは私も思いますが、母子家庭に配るのも結構早いんですよ。あとはね、なんか一人親世帯とかね、もうすでに、特定給付されている方は増額するだけっていうのが早いんですよね。だからその形でやるのかもしれないですね。ミスター M さん、ご隠居さん、大体どのくらいの所得で基準にして特別定額金の支給になるんでしょうか。大体でよろしいのでコメントの方でよろしくお願いします。これね、私が決めれる立場にいないんで分かりませんけども、低所得の方っていうのは、なんですか、年収300万以下を低所得としていいんじゃないですかね。私の勝手な基準ですけども。平均的な、あれでしょ、年収が420万とかいうわけでしょ。だから、やっぱ平均の、そうですね、まあ偏差値でいうと40以下ぐらいで考えるとそのぐらいになるのかなと思いますけどもね、ちょっと分かりません。皆さんもね、このぐらいの方は低所得なんじゃないですかみたいな声を上げて、それをアンケートにして決めていくのはどうですかね。はい、議員の皆さん、また冬のボーナス出るでしょと、国民全員選挙に出ましょう、立候補しましょう。はい、その通りです。やっぱね、この国では選挙ってものがありますので、選挙で戦うしかないです。まだね、50% の方が選挙に出てませんからね。それじゃあ、残りの選挙に行った 50% のうちの 30% の自民党支持層が勝つということになりますからね。フミヤさん、久保さん、ありがとうございます。こちらこそでございます。はい。何はともあれ良かったじゃない。一律よりおそらく非課税所得者じゃないかなと思います。そうですね。フミヤさん、そうなんですよ。全員に無理だったら、自分はいいからこの人に出してくれっていう声が、私はなんか日本人仇でいいかなと思いますし、私も心の底からそう思うんですよ。私の給付は一番後回しでいいんで、ぜひね、この方は一番困ってるんじゃないかなって方から順番に出していっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、では次ですね。静岡のお茶さん、この低所得者の定義がわからん。これはね、自分が低所得者だと思う人が声を上げた方がいいですね。それじゃないとわかんないですよ。だからみんながね、自分は低所得者だって言えば、国民全員一律給付になるんじゃないですか。自分は高所得者ですよっていう風な人は別に配らなくてもいいんでね。だから定義はね、やっぱり私たちが声を上げないとダメだと思います。はい。信夫さん、また話し合いだけで終わらなければいいが、この公算は強いです。ですんで、話し合いだけで終わらないように私たちが声を上げていきましょうってことですよね。はい。細川さん、確かにその通りですね。俺が他で YouTube では27日からも申請書を出すと言ったのに、菅さんに27日出すようにする、また嘘、最低な総理だな、行動が遅すぎる自民党さん。はい、自民党の中にもね、ものすごくね、精力的に動いてくださる方がいるんですよ。で、そういう方を私たちは見分けることができていないんですよね。だから、自民党の中でもね、西田昌司さんとかね、本当に国民のために行動してくださってる方がいるんですよ。でも残念ながらその方がなかなか日の目を見てないんですよ。ですんでね、西田昌司さん、YouTube をかなり細かく動画出してくれてますんで、ぜひね、西田昌司さんの動画に触れて、西田昌司さんをはじめとするね、自民党の中でも心ある方を応援しましょう。なんでね、菅総理とかね、安倍総理がね、あの地位についてるのか、私は未だに疑問ですよ。辻さん、まだまだありがとうという言葉出ないでしょう。低所得者といって年収400万以下の家庭ならなどならまだ話は分かりますが、片親世帯だけど年収が100万以下ならほとんどお金もありませんので、どれだけお金出したくないと言っています。そうですね、辻さん。ですんでね、私も同じなんですけども、年収400万以下の方が低所得者ですよというふうに私たちが声を上げていかないと誰も言わないでしょ、こういうこと。
なんかね、400万は平均だから低所得じゃないよみたいなことを多くの方が思ってるかもしれませんけども、私はね、今の時代年収400万なんていうところが平均年収になってるのが異常だと思いますよ。平均年収が700万とか800万みたいな時代に日本はないといけなかったんですよ。だから年収400万も500万も600万も低所得者だと私は思いますけどもね。これはね、低所得をバカにするわけじゃなくって、あの国の失策ですから。ロストされたこの300万は、年収400万の方っていうのは本当は年収700万でいるべきだったんですよ。その差額300万は、国の失策です。私はそう思ってますけどね。皆さんどういうふうに思うでしょうか。旅人さん、欲しがりません、もらうまでは戦争みたいですね。今の政府ももぐらたたきのごとく年末に向け怒涛のように、難題を押し寄せ、対応に右往左往するパニック状態が自分の命、己で守るしか方策がないのか。そうですね、あの誰も助けてくれなければやっぱり自分の命は自分で守る、これが基本になってきます。やっぱり自分一人の命は、私はね、守るためにあらゆる手を打たなければならないと思います。いわゆるこれは自己責任論ですけども、ただ同時に私こうも思うんですよ。国民一人の命、そして権利を守れなくて何のための国家なんだと思いますよね。なんかね、そこが半分半分で私ありますね。国が一人の人も守れずにどう日本を守るんだってことですよね。はい、低所得、どうせまた月収10万以下とかにしてほとんどに回らないと思う。だからね、ポリポリさん、こうではなくって、あの低所得の定義は私たちがね、声を上げていかないとダメですよ。そういうふうにした方がいいと思いますけどもね。いかがでしょうか。へのへのもじさん、あ、これ低所得者どのように決めるのか教えてほしいってことでしょ。だからこれは誰かに決めてもらうんじゃなくて、私たちが声を上げていかないと。私は低所得者ですよっていうふうに年収500万の人も600万の人も言わないとね。で、年収1000万の人も1億円の人も言えば全世帯支給ってことになると思うんですよ。なんかね、その平均年収がある人が低所得者じゃないっていう考え方はちょっとね、私は違うと思いますけどね。はい、レナコさん、こんばんは。これどう見ても不公平ですよ。一人親家庭なんて勝手に離婚したくせに、これで一人親制家庭になったわけですよ。給付金は公平に配るべきです。公平にはなりません、レナコさん、すいませんけども、公平になるように私たちは、やっぱりね、動いてないんですよね。それから一人親家庭を勝手に離婚ということもね、ちょっとこれ違うんですよ。あのどちらかがお亡くなりになっている方も一緒くたにしないでほしいなと思うんですよね。お気持ちは分かりますけどもね。それからね、不公平はね、ついてもあります。でも不公平でいいんですよ。まずは一人親世帯、次に低所得者層、次に平均年収の方、最後に富裕層ね、こんな感じで徐々にみんなに行き渡れば私いいんじゃないかなと思いますんで、もちろんね、これレナコさんにね、異論を申し上げるわけじゃないんですよ。でも誰も出ないところから誰かに出るようになっただけで一歩かなと私は思ったんでね、今回喋らせてもらったんですけどね、これからもコメントよろしくお願いします。はじめさん、余談ですけど、今回仮に前回同様緊急事態宣言が出たら仕事ではなくなりますからね。前も前組に考えています。やっぱね、なんか私たちの手の及ばないところもあるんですよ、確かに。ただね、だからといって手をこまねいてるんじゃなくて何かやっていきたいですね。なんかまたアイデア聞かせてください。猫の道さん、ただ残念なことにいろいろな意味で世界的に人々の心が病んできている、荒れてきているのも事実であります。そうなんですかね。ちょっと世界まで私はね、すいません、見えてませんので、本当に私はね、隣近所ぐらいしか見えてませんので申し訳ないです。また教えてください、すいません。ちーちーさん、一番困窮している国民を救っていただくのは嬉しいです。コロナウイルスが流行る中、どこかで悲しいニュースがあります。頑張って生きてと祈ります。コロナで苦しむ日本国民が亡くなることを期しています。 GoTo もいいですが、日本国民の命大切にしてほしいです。これはね、本当そうなんですよね。なんかね、私もね、あのいつも思うんですけども、国がやってくれないなら、じゃあ俺は誰の命が救えるんだろうと思うんですよね。私ね、知事さんにこのコメント書いていただいてね、じゃあ俺誰の命救ってるのかなと思った時に、とっても恥ずかしい気持ちがします。本当にね、私に向けられたような指摘だというふうに感じまして、私もね、何かできることがないかと探す日々でございます。これからもコメントお願いします。成平さん、まさかと思いますが、久保さん自身が低所得者じゃないよねと。低所得者ですよ、私は。多分ね、私どれだけ稼いでも低所得者だというふうに考えます。だからね、
低所得者の定義って未だに決まってないんですよ。だから自分でそういうふうに決めればいいんじゃないですかね。年収1000万だろうが、資産がいくらあろうが、低所得者ですよっていうふうに言うことで、多分ムーブメント起こせると思うんですよ。遠慮することはないですよ。ね、年収が1000万とか2000万あっても、別に自分の求める所得がそこに達してないんだったら、低所得者じゃないでしょうかね。どうですかね。かたやね、所得がなくったって豊かに暮らしてる人いますからね。うん、だからこれ何とも言えないですよね。はい、次です。赤尾さん、生活保護の人も支給されるでしょうか。これ分かりませんけども、生活保護の方が支給を求めればいいんじゃないかなと思います。池田さん、お前バカか、支給されるわけねえだろ。これはね、池田さん、違いますよ。生活保護の方が私にもくださいというか、もしくは生活保護がね、ちょっと支給要件が時代遅れなんですよ。支給金額はあと10万円ぐらい上げないと、生活保護の方も。健康で文化的な暮らし送れないでしょ、今の支給金額じゃ。ね、今のね、携帯電話とかマイカーとかって当たり前の時代だと思うんですよ。今の生活保護の金額ってのは、携帯電話とかない時代に組まれたもんじゃなんじゃないですかね。ということはね、ちょっともう生活保護の方の支給金額、ちょっと今安いんですよ。時代にそぐわしてないと私は思います。ですので、生活保護の方も月にね、25万から30万受け取れて、で、年齢とともに上がっていくぐらいのことをした方がいいんじゃないかと思うんですけどもね。どうでしょうかね。レナクさん、考えが甘いと思います。まあ、そういうご指摘もあるでしょうね。私はね、もう全員生活保護を希望する方は生活保護でいいんじゃないかと思うんですけどね。なんですかね。頑張って働きたい人とかはもういますんで、その方はやっていただければいいですし、なんか時代変わったんじゃないかと思うんですよ。働くざる者食うべからずって江戸時代の言葉だと思いますけども、今はね、ちょっともう余っちゃってるんじゃないかなと思いますよね。レナクさん、本当にそう思います。はい。お前に何て言うことはないんだよ。はい。なるほどね。はい。レナク、お前に、私の壁で、喧嘩しないでください。自分の壁でやってくださいね。はい。こういうね、争い事がね、起きるようでしたらね、困りますね。私の動画を上げた意味がないですね。総理官邸に毎日毎日抗議してます。この日本は腐ってきました。日本人我慢する。日本人は暴動を起こさない。おとなしい生活。でもいつか爆発します。そうならないように、官邸に抗議します。はい。桜月さんですね。うん。やっぱりね、誰かが爆発して暴動を起こすって言うんですけども、誰も起こさないんですよ。だからね、暴動を起こせばいいんじゃないですかね。そう思う人がね。結局、誰かが、暴動ですら誰かが起こすことを待ってるんですよね、きっと。まあ私はね、選挙で変えていけるんじゃないかな、と今でも思ってますんで、やっぱりね、暴動よりも選挙かな、剣より、ペンは剣より強しと思いたいな、と思いますけどね。ヨウさん、困ってる人に配るのはいいこと。はい。そうですね。本当に順番かなと思います。私はね、今5万とか10万もらえなくても、大丈夫ですから、だから本当に今5万10万欲しい人に優先的に、私の分はいいですから、その方から配ってほしいですし、と思いますね。かっこつけてるわけじゃなくて、本当そう思いますからね。村田さん、久保さんの言う通りです。生活困窮の人に早く支給をしてください。あ、村田さん、ありがとうございます。同じ気持ちですね。はい、小泉さん。おはようございます、久保さん。低所得の人だけ給付金ってなるとかなり時間かかると思うし、もらうまですごい時間かかるの間違いないですね。あ、これはね、どうかわかんないですね。やっぱり政府は国民のことを何一つ考えてないってことがよくわかりました。本当、政府はいい加減、やりたい放題。これはね、そういう政府を選んだ私たちにも責任があるんで、やっぱいい人をね、見抜いて、その人に一票を入れていかないといけないですね。そしていい人がいないんだったら、自分が出ていかないといけないっていうふうに私は思うんですよ。どうですかね、なんか近所にものすごく、国民のために働いてくれる人って見つかんないですかね。なぜなぜどうしてくん。とにかく良かったです。今定額給付金の言葉が出ただけでも久保さんや皆さんの声だと思います。まだね、私の声もまだまだですけども、とにかくね、今財政出動定額給付金をくださいっていう人の声が少なすぎるんですよ。全然少ないです。1万人もいないですよ、まだ。全然少ないですよ。本当に本気でお金くれって思ってる人がこんだけ少ないのかと思ったらね、それは電話と思いますよ。
低所得者限定でもよかったと思います。本当に困ってるのはやっぱり優先ですね。次は国民一斉出ると思います。はい、HN さんもすごくいいこと言ってくれますね。お、今井さん、久保さん最高ってすいません、お恥ずかしいでございます。私もね、何もできてないですけどね。横浜ラブさん、はじめまして。僕はもし住民税非課税が対象なら給付金が出るかもしれない状況です。ああ、この YouTube でも給付金に向けて発信してくださり、またメールや電話で政府に訴えくださったと思ってます。でも昨年まで収入があり、今年コロナで失業した人や収入が減っている人がたくさんいるので手放しでは喜びません。ああ、優しいですね。やはり国民一律が良いと思ってます。きっと麻生さんが反対してるし、菅さんは自分で決められないんでしょうねと。国民民主の方や自民でも一律を呼びかけている議員さんはいると思うし、メールなどを送っていきます。そうですね、私たちにできることはこうやって声を上げることです。だから唯一できるこれすらね、しなくなったら、私たちはもう終わりですね。コレムさん、おはようございます。ありがとうございます。感謝感謝、雨あられです。嬉しいです。またよろしくお願いします。はい、ただね、手につかむまでは確定じゃないですからね。ちくわぶさん、確か決まったのは、一人親へ5万円の給付だったかな。これね、決まってはないんですよ。決まりそうだって話があるだけでね。まあ、いろんなところで限定給付に批判があるけど、前回だって非課税世帯のみから一律に変わったわけだし、そうですよね。かなり前進したと思う。一人親のみ、低所得者層、一律って流れが本筋だろうし、ただ文句があるな、とにかく遅い。はい、遅いことは遅いですね。中村さん、おはようございます。いつも拝見しております。ありがとうございます。私も定額給付金いただきたく官邸にメールしました。声が届いたら嬉しいです。幸いですですね。毎日のように送っていきましょう。純也さん、おはようございます。やっと良いニュースですね。すごく困っている人へ手厚く給付をもらえるなら何よりです。もちろん自分も厳しいです。それ以上にもっと厳しい方がたくさんいてます。本当は給付金を出さなくて良いような日常に戻ることが一番です。そうですよね。それでも今、少しでも困っている方を助かるように心より祈っております。素晴らしいと思います。マチコさん、一部の方々に始まり、そこまで喜びますが、公明党山口代表様に10万円隅々まで、届き、すごく助かりました。人々が喜んでますが、金に不自由していない方は返還されました。日本人本当に誠実で真面目です。国は給付金、国民には必要です。麻生氏の一言で多くの人が助かるが、麻生氏の一言で国民は悲しみ殺すことできます。はい。染み入ります。その通りです。信子さん、コロナのせいで失業してしまい、今がとても辛い、苦しいですって人もたくさんいますよね。きっと低所得者って昨年の収入で判断しますよね。これはちょっと分かりません。一人親で低所得者の私は苦しいから出るなんて助かりますが、他にも苦しい思いしている人がたくさんいるんで、素直には感謝できません。そうですね、分かります。はい。なぜかね、この日本でね、こんな思いをするなんて思わなかったですよね。田中さん、久保さん、おはようございます。私が腹が立っていることは、千代田区が区民全員に12万円の給付出すよって、それでおかしいんじゃないかと思います。千代田区民はほとんどの人たちがお金に高級マンションに住んでいたり、高級住宅に住んだり、決してお金に困ってるわけではないのに、なぜという疑問が残ります。噂だと区長の犯罪隠しのためにという話もですが、こんなことを許していいのでしょうか。千代田区に関しましては、千代田区民の方が普段から高い税金を払っているので、こういう時にバックされたんだというふうに私は解釈してますけども、本当のことは分かりません。おっしゃるようにね、千代田区の皆さんは、結構お金があって高級マンションに住んでいたり、高級住宅に住んでますよね。だからものすごいね、課税額なんですよ。だからそのうちの12万円が返ってきても、多分ね、なんて言いますか、税金のお釣りみたいなもんだと思いますんで、で、これはね、千代田区の決定ですから、国の決定じゃないんですよね。だから千代田区民の方は、喜んでいるというか、私たちも地方公共団体、その市区町村に住んでいる、そのリーダーを誰に選ぶかっていうところの、まあ、こういう時に結果が出るのかなというところですかね。はい、東北さん。低所得帯でもまだ確定したわけではないですからね。その通り、その世帯に給付されたら手放しで政策を用意しましょう。はい、その上でさらに要望を出しましょう。我々一人一人団結力が試されます。とりあえずでも半歩前進。素晴らしいですね。その通りでございます。団結しないといけないのにね、あいつらに払うなとかね、母子家庭なんて勝手に離婚したんだみたいな足の引っ張り合いは全く良くないです。そういうところを見たら、やっぱりね、麻生財務大臣じゃなくてもなんか不平不満が出るから配るのやめたらなっちゃうわけですよ。むしろ給付金っていうのは、不平等を少しでも平等にするために起きてることなんで、
お金がある人には配らない、お金がない人に配る、その不平等があって不平等が縮むんじゃないかなと、変な言い方になりますけどね。久保さん、上田さん、久保さん九州に来てるんですね。はい、もう帰ってきました。すいません。未来さん、おはようございます。意味深な言い方ですね。一部のってコロナ影響した方、低所得者全般と言っていただきたいですよ。こういった動画 TikTok 込みでコメントに給付金よってコメント見ますが、まだ官邸に見える麻生財務大臣の電話での意見、勇気を持って声出す方が少ないんですかね。少ないですね。そういったコメントの場でも、私も官邸に見える麻生財務大臣に電話しましょうと声かけしたのですが、まだ関連動画見た時に声出そうと思います。はい、ありがとうございます。久保さんに官邸に電話メールをやりましょうと言ってからずっとやってて、救われる命が少しでもできたことが嬉しいです。うわー、すごいですね。そういう気持ち最高です。昨日まで不安定だったことがやっと少し前進、良かったですよ。希望もできたし、はい、私たちが声を上げれば何かできるんじゃないかと思うんですよ。もちろんね、官邸にメールを送った人だけじゃなくて、他の運動してる方の力も合わさってだと思いますけどもね。ソーダさん、自分が死んで低所得者の人たちが助かるならそれも良いかな。これね、ソーダさん、格好つけじゃなくて私も本当にそう思ってるんですよ。ただ、そう思えないところもあります。ちょっと複雑なところですいませんけども、なんかね、自己犠牲っていつも美しいわけじゃないんですけども、なんか誰かを守って命を燃やしたいなって気持ちは、多分クリスタルソーダさんと私同じところじゃないかなと思います。マチコさん、最後まで諦めないぞっていうふうにね、言ってくれてますね。本当にありがとうございます。ボロボロどこまで耐えれるだろうか、ね、どこまで耐えれるんでしょうかね。すいません、何とも言えないですけども、どうしましょうかね。早くね、助けてくれるだろうか。国は今まで何回裏切られて、もう一回信じてみようって気になれるかな、どうかな。はい、大室さん、おはようございます。一歩前進ですね。よかったです。さて、次行きましょう。国民全員給付に向けて、そうですね。一歩一歩ですね。やーやーさん、もらえる人ともらえない人が揉め事が起きる。これ嫌ですね。政府は条件付きの給付したのか、生活が苦しく自殺を考えている人が条件に当てはまらない給付金もらえてないことになったらかわいそう。今回の政府の政策は素直に喜べない。まだ確定ではないんですけどもね。なんかいろんな思惑があるんでしょうけども、この政府を選んだ私たちがね、なんとも今恨めしいことかってことですよ。どうなんでしょうかね。民主党だったら、今はないですけども、民主党だったらどうしたでしょうね。はい、古川さん、低所得者層にありがたいですね。住民税非課税世帯には給付ないのかな、教えてください。これはね、分かりません。まだね、決定事項は何もないんですよ。そんな方向に動いてるかなってことが分かるだけです。すいません。杉山さん、久保さん、おはようございます。もう決定したんですかね。まずは一歩前進ですね。昨日世耕さんのインスタグラムにメッセージ入れました。自分たちももらえるよう頑張ります。そうしましょう。はい、頑張りましょうね。マムイチボさん、やったー、この勢いのまま一律給付も訴えていきましょう。はい、その通りです。まだ一部給付も確定ではないんですけども、ちょっと前に進んだんじゃないかなってことですよね。トシちゃん、自分でも調べメールはしてますが、低所得者とか具体的な話を知りたかったですが、まだ情報がないのですかね。ありません。すいません。はい、訴え続けます。久保さん、教えてください。一部の人限定とは、一人親世帯のことでしょうか。違っていたら対象を教えてください。これもわかりません。あのね、一人親世帯給付っていうことを言っている、そういう説があるだけなんですよ。まだ、本決定は何もないですし、あとね、やっぱり、入金されて初めて確定ですから。それまでは何回でも覆りますんでね。ですんで、やっぱり希望を持っていいと思いますけども、そうであるかどうかってのは分かりませんってことですよね。はい、大金さん、まだ決まったわけじゃないやんね。本当に遅い。はい、そうですね、遅いですね。生活保護を受けてる人には出ないのでしょうか。ね、今ね、生活保護を受けてる方には出ないと思います。だから、生活保護を受けてる方でも、全員給付欲しいというような声を上げてください。生活保護を受けてる方はみんなで声を上げてください。まだね、要求してる人が少なすぎるんですよ、なぜか。大住さん、久保さん、ただいま生活に困っている国民だけ支給されるなら納得になるんですが、過去の収入で決めてほしくないんですよね。私の言ってること間違ってますから。いや、いろんな考え方があるってことなんですよ。大住さんが間違ってるわけではなくて、決定権を持ってる人にも考えがあって、私たちとイコールではないってことなんですよね。ですんで、ここからが肝心なんですけども、大住さんのような考えもきちんと声を上げていかないと分かってもらえないですから。だから官邸にメールを送りましょうってことなんですよね。大住さん、
久保さん、特別給与定額基金は3、4、5の収入が対象になるんですよ。おお、そうなんですか。うん、今現在生活に困っている国民には支給されないんですよと。なんで知ってるんですかそれを。すごいですね。まだわかんないんですよ。でも私から見るとね、こういうふうに言われてる方もいますけども、その人の考えであって決定権のある人の考えじゃないんですよね。ゴンショートさん、それって前回の10万円の対象期間で6月以降が対象じゃないとおかしくないですか。ああ、なるほどね。そうかもね。以前にも2度目の給付金が出るとか出ないとか言った時期があって、その時は3、4、5の収入でって話だったから、今回はどうだろうね。どうなんでしょうね。ゆかりさん、おはようございます。ゼロから一歩進みましたね。コツコツの成果だと思います。私もそう思います。ゆかさん、おはようございます。やはり国民全員には特別給付はなかったんですね。がっかりです。がっかりしたから次はね、みんなに配りましょうっていう風な新しい運動の励みにならないですかね。はい、コーチさん、久保さん、懐でかい、一緒に頑張りましょう。はい、懐というかね、まああんまり大きくないですけども、頑張りたい気持ちは大きいです。坂口さん、初めていつも見てみます。私もコメントの仲間に入れてください。ただ持病があり、皆さんのようになかなかできませんが、よろしくお願いします。いつでもコメントをしに来てください。大福太郎さん、困窮者の線引きにまた時間がかかるぞ。はい、かかりますよ。かかるんですよ。だからですよ、時間がかからないように私たちがどうやったら早くできるか、アイデアを上げていきましょう。おはようございます。とりあえず政府が前向きに考えていただいたので肩の荷が下りました。前回同様、低所得者の線引きに時間がかかると思うので、ここは早急に対応していただきたいものです。緊急事態宣言が全国に出れば私たちにも可能性はあります、少なからず。まあでも緊急事態宣言が出て不自由になって5万円10万じゃ合わないですね。なんかね、複雑ですね。だったらよかったな、赤井原さん。今本当に困ってる人、自殺まで考えてる人にぜひとも先に給付金を始める一歩ですね。官邸メール、麻生電話、無駄ではなかったんです。私もそう思います。大住さん、現在生活に困っている国民に定額給付出さないと意味がないですよね。まあそうなんですけども、まずは順番かなと思いますよね。はい、レナコさん、電話メール無駄でしたね。もう給付金なんて出ませんよ。電話がもったいない。まあそう思う方は活動をやめてください。私は一人でもやるっていうだけですから、皆さんやりましょうってね、言ってもやらない人もいるし、やる人もいるし、私が言わなくてもやる人もいるし、まあ最善を尽くすだけかなと思います。はい、どうもお疲れ様でございます。クリスタルソードさん、とりあえず給付金の支給、追加支給を行ってくれるならよかったです。自分が死んで低所得者の人たちが助かるならそれでも良いかな。そうですね。国家といえども国民全員を救うことはできないのかもしれないですね。でもやっぱり救うべき人は誰なのか声を上げることでなんか前に進むと思うんですよね。ちょっとこれからも変わらずやっていきましょう。まこさん、毎日のように公明党のホームページに書き込んでいました。一部の人でももらえるなら良いと思います。あとは国民全体に行き渡るように頑張りましょう。私の住んでいるところの公明党の県会議員、市会議員の人は困ったことがあると話せばすぐに動いてくれます。国会に行くと難しいものでしょうか。国会に行くとね、難しいんでしょうね。自民党の顔色を伺いながらっていうところもやっぱり人なんで。